はい、本日はですね、こちらパタゴニアの、ワインみたいな名前のパンツをご紹介していきたいなと思います。正式名称がですね、テルボンヌ・ジョガーズという名前になってて、テルボンヌ・ジョガーズっていうのが正式名称なんですけど、いつもね、名前がちょっとわからないのでワインみたいな名前と言わせてもらってるんですが、このパンツがですね、以前視聴者の方でパタゴニアのおすすめなんですかって聞いたら、やっぱり案の定フリースが多いんかなとかと思ってた中で、唯一このパンツで1本だけこれランクインしたんですよ。これ何やろうなと思ってね、ようよう調べてみたらね、結構人気あるパンツらしいんですよ。ほんならまだ一回ちょっと紹介してみようかなということで、こちら今回購入はしたんですが、これはね、確かにめちゃくちゃ良くて、視聴者の方の中で一人言ってはったんが、アルパインライトパンツってノースフェイスにパンツあるんですけど、まあそんな感じですよみたいな感じでおっしゃってて、実際触ったら、わからんではないけども、若干ちゃうとこもあるけど、言わんとしてることはめちゃくちゃわかると思ったんでね、まあ、これのご紹介をしていこうと思います。で、長ズボンなんですけど、どっちかって言ったら春、夏、秋、今ぐらいの時期にちょうど使うような、まあ、ライトなね、感じで、こうポップに履いていこうじゃないかっていうようなパンツっていう風に思ってもらったらいいと思うんですけど、そんな感じでね、ご紹介していこうということで、本日の流れとしては、まずはまあ特徴とか、まあパッて外観見ていってもらって、まあ、ポケットがね、3箇所あるねとか、ウエストゴムなってるねみたいなとこ見ていって、ほんでその次に、これ長ズボンやから、夏は履きたくないから、秋口から履いていこうかななんて思ってはる方は、いや、ちょっと待ってくださいと。秋口から履いていくと、これもう履くシーズンめちゃくちゃ狭いですよと。だからまあその辺がね、特徴にもなってるんやけども、デメリットにもなってたりするから、ほんなんじゃどういう時期に履いていくのというおすすめの方とかおすすめの時期っていうのをね、ご紹介していって、最後サイズ感でおしまいにしていきたいななんていうふうに思います。まずはね、最初外観からパッと見ていってもらいましょうか。はい、では見てもらいましょう。これね、ウエストがまあこうゴムも入ってるし、紐でもギュッて引っ張れるけど、このなんか水玉みたいな模様がちょっとおじさん臭い気はせんでもないけど、まあこれ人気やからね、あんまり悪いこと言ったりしたらみんなに何て言われるか分からんから、まあもうお許しください。で、ここにね、パタゴニアってロゴが入ってますが、それ以外はほんま無地ですわ。シンプルな感じ で特徴的って言ったらね、やっぱ裾のところがこのちょっとリブになってるというか、ちょっとキュッてね、締まってるのが、まあいかにもこう、なんていうんですかね、トレーニングウェアじゃないけど、動きやすいような感じを考えられてるのかなと思います。まあブーツとかにも干渉せえへんしね、足首でグッと止まったりするから、こう引きずったりするような心配がないと。ほんで持って裏側見ていくとですね、裏側は実は右の後ろにね、このジップがついてて、ジップのポケットがあるんですよ。だからまあちょっとしたもんはね、この中に入れれたりするとは思うんですが、まあ中がメッシュやからね、そんなになんかこうしっかり入れるっていう感じではないですよね。まあ鍵とかやったらやっぱ引っかかって破れたりするやろうし、これ前のポケットはどうなってんのやろうな。前のポケットもこれメッシュですね。前のポケットもメッシュになってるのか。まあ、この構造から見て分かる通りね、やっぱ夏場とかがメインなんですよね、やっぱし。生地感はね、結構なんていうんですかね、マットな感じ、テカテカしてる感じじゃなくて、ちょっとこうマットなドライな感じの質感ですよね。このいやらしいとこ触ってたんです、すいません。この辺が外観になってます。では特徴いきましょう。ではね、このパンティの特徴いきたいなと思うんですけども、これ何かって言ったらね、長ズボンやけどめちゃくちゃ薄いんですよ。でもどれぐらい薄いかというと、これ 2.6 オンスっていうんですね。 2.6 オンス、分からんなという感じだと思うんですけど、これがもし上着やった場合、これがもし T シャツやった場合、スケスケですわ。丸見えボンバーで出てなるし、もしこのパンツが一応ね、色がブラックとネイビー、これネイビーとカーキみたいな3色ぐらいあるんですよ。まだこの3色濃い色やからいいですけど、もし白あってみと、これ白色のパンツこれあったとしたら、 2.6 オンスのこんな薄かったら、もうここね、ほんまにこう、まあブラックホールと言いますかね、ちょっとこうモヤモヤモヤってもう見えるんちゃうかっていうぐらい薄いんですよ。だからもうパッてね、これ見た感じだけで言ったら長ズボンやし、年中履ける系のパンツなんかなと思って、いやいや、めちゃくちゃ薄いから、ほんまに春夏秋の行動の時とかに着るような感じ、まあ動いたりとかする時ね、そんな位置づけのね、パンツと思ってもらったらいいんかなと思います。T シャツとかで考えたら分かりやすいんですけどね、だいたい7オンスとか6オンスとかで結構ヘビーオンスやなって、こうちょっと乳首が透けへんなって言われたりするんですけど、 2.6 オンスってもうそれほぼ透けてるやないか、もう丸見えないかいと思うんですけど、めちゃくちゃ薄いという風に思ってもらったらいいんかなというところで、同じこと言いましたけどねっていうのが特徴で、その次の特徴としては履き心地なんですよね。履き心地めちゃくちゃええでっていうことで、やっぱ薄いからそんだけなんか履いてる感はないんですよ。でもやっぱ分厚いデニムとかもそうやけど、こう作業着とかもやっぱ履いてる感ってあるじゃないですか。特に僕が以前ニッカポッカ履いてたりしたこともあったからね、白のニッカポッカドカーンって履いてね、歩いてたりしたけども、やっぱりあんなんてめっちゃ履いてる感あるでしょ。お前そんないつ履いてんって感じなんですけど、僕は先生になる前ね、そういうちょっと現場に行ってたことがあるということで、ニッカポッカにヘルメットかぶって現場行ってたっていうことがあったりしたんですが、そういうねパンツとはもう打って変わってめちゃくちゃ薄いから、あ、これ履いてるんかな履いてないんかなっていうぐらいの履き心地だから、ストレスフリーな履き心地で、ちょっと一回履いてみましょうか。これは
ちょっと色の合わせが悪いかもしれんけども、まあ結構ねスタイリッシュな感じでしょ。いや細めの感じのパンツだねというのが分かってもらえると思いますし、やっぱ薄いから動きやすいのはもちろんそうで、最初に見てもらったみたいにね質感がちょっとマットでしょ。だからこう汗とかかいてもあんまへばりつかんやろうなみたいな、まあそんな位置づけのねパンツかなと思います。あとねさっき言ってたこのリブで止まってるのはこれですわ。ここがリブで止まってるけどちょっとブカブカやけどね、僕足首とかめちゃくちゃ細いんですよ。だからねちゃんとはまってないけど。ほいで次がですね、これ実はリップストップナイロンという生地が使われてて、まあ何を言いたいかというと、まあ薄いのは分かりましたね。薄くて軽いというところがもうめちゃくちゃの特徴ですよって言ったけど、ちょっと待てよと、俺それやったら山の時とかに履こうと思ってんだけど、ちょっと枝とか引っかかったりしたら、すぐ破れんちゃうのと、こんな薄かったりしたら、スーパーのビニール袋とかもそうやけど、すぐちょっとした穴からビヨーって広がってきて破れたりとかするから、それと同じ感じになるんちゃうのと思ったら、やっぱこの辺はアウトドアメーカー。リップストップナイロンといって、破れるのを防ぐ機能がちゃんとついてるんですよね。ああ、なるほどね。ということで、まあ例えばね、枝とか引っかかったりしたら、それはもちろん穴開くと思います。ガチって穴開いたりするけども、そこからビリビリビリってなるのを、まあ止めてくれるような感じの設計はしてる。まあ完全に止めてくれるかどうかって言ったらそこまでは無理ですよ。魔法のパンツちゃうからね。これ何でもかんでも止めますよ、いうことじゃないんですけども、まあ一応ね、そういう普通のパンツに比べると、ちょっと引っかかって、グッて引っかかって穴開いたとしても、グッて止まるようなね、感じの方がリップストップナイロンであるんですけど、まあそういうのはね、ちゃんと考えられてるので、まあ軽くて薄くて 2.6 オンスしかないんやけども、まあ丈夫には作られてますよと。だから例えばこの辺がね、ユニクロとかやったらここまで多分できひんとは思うんですけど、まあアウトドアメーカーらしいですね。ちょっとこう紐がおじいちゃんらしいけど、まあそこ以外を除いてはね、言えんちゃうかなと思います。で、次デメリットいきたいなと思います。と言いながらもデメリットとしては何なのか。これはっきり言ってね、履く人は履くけど、履かん人絶対履かないんですよ。っていうのも僕とかはね、タイプ的に多分履くことないんですよ。春夏秋ってもうハーフパンツしかほぼ履いてへんから、長ズボン履くんやったらもう私服の時しか履かないんですよね。こういうスポーツウェア的な感じで長ズボン履くってまあないから、それ考えると結構用途は限定されるんかなみたいな。そういうこと、ショーツ履きたくない人とかやったらこういうパンツはね、長ズボンやけど数しか履けたりするやろうし、それ以外にはやっぱ登山とかクライミングとかで半ズボンじゃ危ないじゃないですか、ああいうのって。だからどうしても長ズボン履かなあかんねんけども、長ズボン履くってなっても暑いの嫌なんですよねと、下半身蒸れてくんのほんまたまらんのですよねっていう人なんかはね、こういう薄いの一着持っとったら春夏秋なんか長ズボン履かなあかんねんけど快適に過ごせるっていうところでね、いいんちゃうかなと思います。だから今のでデメリットとおすすめの人言っちゃいましたけど、まあ商品っていうかこのアイテム自体のデメリットって特にないと思うんですよ。この作りで1万2000円の消費税ぐらいからちゃんと作られてるなと思うし、後で見てもらうけどね、形も結構細めのスタイリッシュな感じになってるからめちゃくちゃええかなと思うし、でまあブラックなんかはねほんま人気すぎて買えないんですよ。もうほんますぐ完売しとったから、まあ買われへんかったから代わりにこのネイビーみたいなの買ってるんですけど、まあそれぐらい人気あるからね。アイテムとしてのデメリットはないけども、その人によってこれ履く人は履くけど履かん人絶対履かんやろなみたいなところがデメリットと思います。で次おすすめの人が何かというと、やっぱりさっき言ったみたいなキャンプとか登山はもちろんそうやけど、それ以外にあったら旅行とかもいいですよね。旅行とかで長ズボン履かなあかん時とか、長ズボン履いてなんか行動すんねんっていう時なんかは、やっぱ薄いっていうのってめちゃくちゃこれ正義になるんですよね。俺こんなちっちゃくなって掘り込めるから荷物軽いじゃないですか。だけど普通のパンツってだいたいちゃんと畳んであげやんとシワなったりするけど、こんなんはね化学繊維でできてるからね、まあシワとかもね、まあ、やっぱなりづらいところもあったりするし、これ化繊ポリかな、やっぱそうですね、ポリエステル 100% やからね、やっぱりシワになりにくいっていう、まあバギーズショーツか考えてもらったらいいんですけど、バギーズショーツかもね、まあ、シワになったとしてもまあまあ履いてたらすぐ伸びるじゃないですか。で乾きも早いし、これがほんまそれと全く同じなんで、まあ多少はシワなっても乾くも早いし、旅行なんかにはね一着持っとったら使いやすいんちゃうかなと思います。で最後はねサイズ感に行きたいなと思うんですけども、サイズ感がこれ僕今回 M サイズで購入してて、普段のデニムとかやったらだいたい31インチもしくは30インチぐらいのサイズ感で履いてて、結構スタイリッシュに履いてるねなんていう感じで自分では思ってたりするんですけども、これに関してはね、もともと細身でできてるのもあるし、多少は伸びますよ。多少は、まあ、ポリウレタンっていう魔法の素材履いてないからね、ビヨビヨは伸びひんけど、まあ、多少は伸びるかなみたいな、横には縦には、全く伸びひんけど、横には編み方的に多少ちょっとだけ伸びたりするんで、いくら細いといえども、まあ、動きやすさもちゃんとあるし、ウエストもゴムなってるからね、まあ、ほんまは多分僕適正サイズは S やと思うんですけど、まあ1個ぐらい上上げたって別にウエストがズルズル落ちてくることもないし、ええかなと思って買ってみました。ただね、サイズを下げると次着丈がね、足の長い人とかやったらね、ちょっと足りひん時あるでしょ。あれが僕はまあちょっと自分で言うのもあれなんですけど、ちょっと足長めスタイルでやらせてもらってるので、 S やったらちょっと足りひんかなと思って M にしたんですけど、まあそんなね自慢はちょっとどうでもいいとしても、サイズ的にはそんなにガチガチでウエストが決まってるわけじゃないし、ゴムやしで多少横には伸びたりもするから、まあ普段履いてるサイズがね、まあ30、31やったら S でもええし、まあもう一個上げて M でもええし、まあ28とかね29とかやったらね XS サイズでもいいし、まあ S に上げてもええしぐらいのね感じのサイズ感になってくるんかなと思います。はい、ということでね、
まあこれから真夏やのにお前長ズボン紹介したんかと思ってもらったと思うんですよ最初は。だけどね、話聞いてもらったら、あ、これ夏のパンツなんやねということでね、今買わないいつ買うのというところで今回ご紹介させてもらったんですが、まあ僕もね、なかなか最近キャンプとか行ってるけども、長ズボン履くシーンってほんま私服なってくるから、私服やったらデニム履いたりスラックス履くから、あんまこういうの履く機会ないかもしれないんですけど、ちょっとね意識的に取り入れてみようかななんていうふうに思っております。ということでね、本日はパタゴニアのテルボンヌジョガーズ、名前覚えてましたね、こちらをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。